暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。こんにちは、お片付け研究室チャンネルのパンです。今回はお気に入りをとことん使ってシンプルを楽しむというテーマについて、森明子さん著、使い果たす習慣をもとに考察していきます。例えばついつい安物買いをして物が増えてしまう、そんなお悩みに心当たりはありませんか？今回の方法を知らないと不安を物で埋めている現状に気づかず片付かないままです。しかしこの動画の内容を実践していただくと、使い果たす挑戦をすることで本当に好きなものが見えてくるでしょう。このチャンネルでは暮らしを良くする有益な情報をたくさん配信していますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは具体的な方法を解説していきます。今回取り上げるのは森明子さんの著書、使い果たす習慣、家事や子育てに追われて片付けても散らかる暮らしをやめたいと思い、物を手放すことを実践した森さん。物が少なくなってきたことで使っていなかったものを使い果たすことに注目します。使い果たしてステップダウンした生活、その中で自分の生活を見つめ直し、より良い未来を見つけていきましょう。一言で言うと、あるもので工夫すると人生は楽しくなってくるです。森さんはまあまあなものという概念について語っています。これは何かが足りない不安で物を買っていると、いつの間にか家の中がまあまあなもので溢れるというのです。お気に入りなものを使うことよりも、不安だからまあまあなものを使っておこうと考えてしまうのだそうです。物は簡単に手に入り、不安を埋めることができますが、家の中は雑然としていき散らかってしまいます。まあまあなものを安易に買うのは一旦ストップして、今あるものだけで何とかできないか工夫することを森さんはおすすめしています。これはお金を減らさずにできて自分を見直すきっかけにもなります。専用の洗剤、電子レンジ、家の広さなどを手放した森さんは、なくても大丈夫という安心を手に入れたそうです。不安に煽られて物を買うのではなく、あるもので工夫すると人生は楽しくなってきます。まあまあをやめて、お気に入りを使い果たす習慣に挑戦していきましょう。本日のお品書きはこのようになっています。お気に入りをとことん使って使い果たす工夫について、3つのポイントにまとめてみました。1、買わないで家掘りをする。2、たくましいものを選ぶ。3、気持ちが満たされる使い果たし方。それでは参りましょう。まずはじめに、1、買わないで家掘りをするについて解説していきます。森さんは、必要なものがないと思ったら、まずはお店に向かうのではなく、家の中で使えるものはないか探してみることを提案しています。家の中を視点を変えて見渡すと、宝物が埋まっていることに気づくことができると森さんは言います。このことを芋掘りとかけて家掘りと森さんは名付けています。表面上は何もないように見えても、土の中には大きな芋が埋まっています。そんな芋を掘り返すようにどんなものが出てくるかワクワクしながら家掘りを行っているそうです。例えば割れたコップをペン立てに、使わなくなったお皿をクローゼットへ持っていきハンカチ入れに、縁の欠けた小皿はスポンジ置きになったそうです。コツはプラスチックのプチプラ製品を買って間に合わせるのではなく、家にあるもので代用すること。きちんと選んだものは質感や手触りも良く、チープさがありません。そして飽きたらまた家掘りをします。これはこう使わなければならないという固定観念を外すことで、代用する楽しさを知ることができます。お店を巡るように家の中にしまい込まれていたものを発掘してみましょう。続いて、2、
たくましいものを選ぶについて解説していきます。森さんは物を買う際には長く使えるものかどうかをよく考えて選ぶそうです。森さん曰く、物は長く使っていくと劣化していくものとたくましくなっていくものに分かれると述べています。プラスチック製、フッ素樹脂加工製は使った日から劣化していきます。それに引き換え、ステンレス、銀、ガラス、木、革などの素材は使い込むほどに味が出て見た目にもたくましくなっていくという森さん。例えば森さんの持っているメタル製の扇風機、使い勝手が良く錆びたらかっこよくなると思って長年愛用しているそうです。たくましいものたちが家にあると統一感を感じることができ、ほっとするという森さん。長年そこに鎮座しているような落ち着き感が家の温かみになっていくのかもしれません。色や種類を揃えることだけが統一感を作ることではなく、揃わないものの中にも温かみや元気さなどで満たされるという統一感があると森さんは言います。選び方次第で使い果たす習慣に一歩近づけますね。最後に3、気持ちが満たされる使い果たし方について解説していきます。捨てる時にもったいないと思うより買う時にもったいないと思うのが良いと聞いたことがあると話す森さん。例えば靴、新品を買って履きまくるという森さんは、買う際に妥協せずに選びます。この靴は自分の足に合うか、スパルタ履きできるかを自問自答します。そして買ったその日から地獄のスパルタ履きをするそうです。休ませると長持ちするというより、気に入ったものをワンシーズンで履き潰す覚悟で履き倒します。手放す基準は、もうこれを履くと自信をなくしてしまうと思った時です。履き果たした靴はどんどん処分し、履かない靴が靴箱を埋めることがなくなります。こうして履かない靴を買うことこそがもったいないと思うようになったと森さんは語っています。お気に入りを常に履いていると心が満たされ、他の靴に目移りして無駄買いをしてしまうことは減ります。靴箱の嫌な匂いやカビにも悩まされることが減るでしょう。気持ちが満たされる使い方を実践してみてください。では最後にこの動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、なければ買うのではなく家の中にあるもので工夫しようということ。次に、たくましいものを選んで長く使おうということ。そして、好きなものをとことん使い果たそうということでした。物がない時はないなりに他のもので代用したり工夫した経験があれば、ないと不安だという気持ちは減ってくることでしょう。よく見てみると、自分はたくさんのものに囲まれていて使い果たすことができないほどのものがあることに気づくことができます。埋もれているものたちを動かして、自分は何が好きなのかという気持ちを大事にして選び抜いていきましょう。この動画を見ているだけでも、あなたのお片付けへの意識は十分高いです。ぜひ自信を持って片付けを進めてみてくださいね。以上で、お気に入りをとことん使ってシンプルを楽しむの解説は終わりです。概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますので、チェックしてみてください。お付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルでは、片付け、掃除、家計に関する本を紹介しながら、暮らしを良くするためのお役立ち情報を配信していきます。気に入っていただけたら、チャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。コメントもお待ちしております。それでは、また次回の研究動画でお会いしましょう。バイバイ。